なんかかっこよさそうですよね。株式会社シェルパの井上です。今日はですね、マーケティング用語の解説をしていきたいと思います。今日はですね、解説していくのはクロスセルと言われるワードですね。なんかかっこよさそうですよね。クロスセルはですね、どういう時に登場するかっていうと、結構皆さん経験されてます、身近で経験されてるのがこのクロスセルですね。まあ、私あんま行かないんですけど、マクドナルドとかに行くとよく言われます。今ならプラス100円でドリンクをつけることができますけど、いかがでしょうか、こういった部分がクロスセルと言われるものですね。要は今ある商品と何かの商品を足すことで単価を上げていこうっていうのがこのクロスセルの考え方です。結構ハリキューはですね、こう使いやすい部分なんですよ。鍼灸院の先生に多いのが、何でもかんでも同じ料金でやっちゃうことなんですよね。別に悪いわけではないんですけど、ただもしそれで売り上げが低いとか、なんかこう忙しい割になんか売り上げ低いなっていう時は、ちょっとこう考えてもいいんじゃないかなっていうのがこのクロスセルです。鍼灸治療って前科対応型の医療っていうふうに言われるぐらい、いろんな症状に効きますよね。整形外科領域から内科領域、まあ美容もそうだし、不妊治療とかそういった部分にも対応できます。全部同じ料金でやってしまうと売上って上がらないんですよね。ただお悩みが多い患者さんほどやることが増えたりしますよね。まあ本質的な部分だと、脈を整える、お腹を整えるはやることは一緒なんですけど、それプラス回数が必要であったり、温熱療法とかを加えなきゃいけないっていうことになると、その分コストかかりますよね。コストもかかるし、先生の時間も奪われるわけですよ。なのでそういった場合は別料金、オプションっていう価格の考え方をぜひ入れてもらった方がいいんじゃないかなと思います。例えばですね、鍼治療だけであれば4000円ですと。だからこれにプラスお灸をするとプラス1000円ですよみたいな、まあ、これをクロスセルっちゃクロスセルですよね。まあ、鍼とお灸って別物なので、鍼だけだったら4000円ですけど、お灸加えたらプラス1000円、今ならプラス1000円でお灸を加えますけどいかがですかみたいなね、まあ、もちろんそれはお灸をした方がいいよっていう説明ありきの話ですけどね。ただそれ以外にも美容領域とかで多いのは、お顔のパックを一緒にすると乾燥が改善されやすくなるので、スキンケアにおいても有意義なんですけど、今ならプラス2000円でこのパックもつけれますけどいかがでしょうかみたいなね、そういった感じで単価を上げるときにこのクロスセルっていうのが使われることが多いです。どうしても鍼灸ってこうね、境目がないので、どうしても4000円で鍼もお灸も温熱も全部しますよみたいな鍼灸院も結構多いんですけど、ただその分ねコストかかるじゃないですか。で患者さんからしても、私鍼しか受けてないのに4000円、あの人なんか鍼もお灸も受けて温熱も受けて4000円、なんか損だなって感じになりませんか。ここは患者さん目線ですけどね、ちょっと私の心が狭いのもあるかもしれませんけど、やっぱコストがかかるってこと、その分やっぱ料金はもらった方がいいんですよ。でそれは患者さんにとってもそうですし、先生にとっての鍼灸院経営にとってもやっぱり必要な要素にはなります。先生の時間をね、余計に多く使ってやってるわけですから、だったらこのオプションとかですね、オプションの考え方とかクロスセルみたいな考え方ですね、何か別のことをするんであれば、その分料金をちょっと頂戴しますっていう風な考え方を持ってもらえると、鍼灸院経営とかも改善しやすくはなりますので、ぜひですね一度考えてみてもらえればいいんじゃないかなと思います。で今回はですね、クロスセルについて解説していきました。これからもですね、鍼灸院の経営に関わる情報であったり、こういうマーケティング的なお話を配信していきますので、よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。